それでは早速ご紹介しましょう。宇野昌磨選手です。どうぞ。会見前で心境はいかがですか？そうですね、まあ、簡潔に言うと全然特にないという一応特にないっていう答えをインタビューでよく僕は使うんですけど、毎回申し訳なく思ってます。全然緊張したりするタイプでないので、あんまり